皆さんこんにちは。宮崎県日向出身シンガーソングライター黒木渚です。この仕事になってから、まあ、音楽家という仕事をやり始めてから、いっぱい質問されることの中の一つ、どうやって曲を作り始めたんですか、どうやってギターが弾けるようになったんですか、どうやって歌が上手になったんですか、みたいなことをしょっちゅう聞かれるんですけど、よく考えてみたら全てが、模倣と反復から生まれてるんだなっていうことに気づいたので、皆さんにちょっとシェアしようかなって思ったお話をします。そもそもの、まあ、性格もあるんですけど、その反復というものに対して私すごく耐性があるんですね。だいたい同じことを繰り返すと飽きてきちゃうじゃないですか。だけど、まあ、自分がこうしてみたいと思ったことをものにするまでしつこくしつこくやり続けるっていう、何度も繰り返し飽きずに練習するっていう素質をなぜか持っていて、始まりはですね、私中学高校生の時に英語弁論大会によく出てたんですけど、英語弁論大会って5分ぐらいの英語のスピーチをするんですね。でその大会のね、まあ、3ヶ月ぐらい前でしょうか、エントリーしたらもう原稿が出来上がってる状態で5分ぐらいなんですけど、まず番組では黒木渚さんへのメッセージや質問、相談などを募集しています。送ってくれた方の中から抽選で特製ステッカーをプレゼント。メッセージお待ちしています。